いいな。こんにちは、ゆりこタイガです。どうも。今日はね、私は参加してるの撮影会のことをちょっと話したいと思います。なんか撮影会ご存知の方が多分いろんなルールとか、まあ、どんな内容で撮るとかってよく分かってるなんですけど、実際にちょっと事故っていうか、あーこれやっちゃダメですよとかのことはね、いろいろあるからちょっと紹介したいと思います。私はね、コスプレイヤーとしてなんか撮影したり参加したりとか、ゲストとして呼んでもらったりとかもいるから、なんか結構楽しいんですよ。やっぱりなんかちょっとこのレアさんとちゃんと撮影したいとか、プロ上手になりたいとか、ちゃんとバッグがあるところに撮影したいなって、カメラマンがいたら多分一番楽しめる時間だと思います。楽しい時間だから、ちょっと楽しくないことされたら、やっぱりレアさんもちょっと不安なところもあるから、これでちょっと皆さんもお勉強になったらいいなと思います。お願いします。先生。いいですね。いいですね。いいな。いいな。たまらない。これよくあるんですよね。いやー、ちょっとね、せっかく下から撮ってるということは、あ、足が長くに見えるから嬉しいなって思ったら、実はパンツが撮りたい。まあ例えばパンツ見せパンというのものがあるんですけど、まあほとんどはね、勝手に色アングルするのはもうダメだから、それを勝手にしちゃはダメですよ。よろしくお願いします。ポーズなんですけど、はい、こんな感じで、はい、もっとこう、触らなくて、すいません、はい、いいです、失礼します。いいですね、もっと腰を、はい、もっとこう、なんかやってもらって、ちょっと待って、もうちょっといいですかね、こう、もうちょっと、ツーショットいいですか。はい、失礼します。ここカメラです。失礼します。はい、チーズ。ちょっと近すぎるよ。なんか日本人かどうか、外国人からどうか、触るのはダメんですよ。本当に何が考えてんの。本当そういうことはしちゃダメって、本当になんかさ、勝手になんか、本当何を触ったら、おい触ったらもう痴漢になりますので、犯罪です。あればぜひ言ってください。あー、じゃあちょっと、スカートちょっと上げていただいて。あー、はい、もうちょっといきます。もうちょっと、もうちょっと、気持ちいい。ちょっと難しいな。もうちょっと、いいですね。じゃあちょっとこう足開いていただいて、いいですね、いいですね。もっといけるんだよな。足をね、こう開いていただいて、こう足をね、こう足開いていただいて、こう足開いてください。足を、はい、いいですね。いいですね。でもそのままね、指舐めてください。指、うーって、ほら。
ポーズがあるかわかるんだけど、キャラクタートレーヤーさんのことをよく考えてください。好きなポーズを例えばこれしてもいいですか、いやちょっとって言ったらすぐやめてくれよ。ありがとうございます。ありがとうございました。ゆうかさん、この前あの神宮前のところのレストランでランチしてました。ランチ、はい、どうかな、ツイッターで見て、そうなんだ、よく場所分かったね。お家近いんですか。お家、いやそれが言えないんですね。あ、そうですよ。ちなみに今日は何線で来たんですか。毎日は違う線で来てます。そうですよ、そっか、面白かったら、なんかもう今日この後夜ご飯、ちょっと予定があるんですよ。そうですね。そうだ、今日、撮ったあの写真、LINE で送ってもすぐ送れるから。ツイッターの方が。ツイッターと LINE、ツイッターって LINE じゃないんですか。いや僕いつも LINE って呼んでて、はい、どうですか、どうですか。住所の DM を LINE で送ればいいですか。LINE ですか。なんかみんなと仲良くしたい気持ちがあるんですけど、仲良くするとナンパ、撮影会に来てるの目的は最後ナンパ、いやこれはキャバ嬢とかではないんですよ。だからそういうなんかラインがあるんですね、完全に。その後なんか何が起こるのかはちょっと知らないなんですけど、やっぱりいろんなパーソナル情報を聞かれるのは、まあほとんど誰でもは女の子としてはちょっと嫌だです。ちょっと聞いちゃダメなものです。だから聞かないでほしい。あーいいですね。下の方ちょっとね、はい、下から撮ってますんで、はい、はいはいはい、下だけじゃなくてぜひ、ぜひ、はい、後ろ向いてもらってもいいですか。はい、ありがとうございます。その向こう向いてもらってもいいですか。はい、今、大丈夫です、前進だったんで。いいですね。ドアップ、基本的にはなんかダメって言えないんですけど、まあレイヤーによって、まあ、OK レイヤーとちょっと NG レイヤーともいるんですけど、何のために使うとか目的は何のって、このアップされてもどこにアップしてるのかはやっぱりレイヤーさんがそれが不安です。だからどうアップしてもいいですかって、どこに撮りたいですか、先に例えば聞いてみて、ドアップ NG だったらドアップは NG ですか、手に用しちゃダメです。ストーカーなんかすごくなりやすいと思う。特には日本はよくあるし、経験も あったから、結局3回ぐらい引っ越しして、でなんかやっぱり嫌なんですよ。どこまで仲良くしたいというの気持ちわかるんだけど、行き帰りとかをなんかフォローするまでのはやっぱりダメですよ、完全にダメです。例えば撮影会の打ち合わせはこっちですって言ったら、ここに来てください。私は例えばたまたま見かけたら、でも打ち合わせはこっちだったらこっちに行ってほしいんです。大
ということで今日はこんな VTR をちょっと撮ってみました。イタリのことはね、なんかカメラマンとかコスプレイヤーが悪いということじゃなくて、全部の中で一部はこんな人とかにもいますよ。だから多分最近がそういうちょっとイメージが悪くなったりとかもあるから、なんかみんな分かってほしいわね。なんかすごく大事なことはみんな楽しんでるんですよ。そこはプレイヤーさんも楽しいし、カメラさんも楽しいし、普通の人でなんかカメラを撮ってる、まあ、写真を撮ってる人も集まりです。ただみんななんかマナーを守ってほしいんですよ。で、一つずつちょっと話したいなんですけど、まずは MC ポーズ。ですね、レアさんは、まあ、基本的にリクエストは全然 OK ですよ。逆にしてほしいんですよ。やっぱり撮りやすいアングルとかもあると思うし、ただまあキャラクターに合わないとちょっとレアさんの気持ちも合わないかもしれないのポーズもあるから、それは先にちょっと確認してほしいんです。あとはローアングル。やっぱり一般人から見るとなんかローアングルしてる方はまっすぐ悪いだな、あこれ変態だなとか思われる方がいるかもしれないけど、実はねもう下から撮るだったら足が長く見えたりとか、まあ、レンズによってエフェクトは全然違うから全部悪いわけではない。ただローアングルしたら何の目的にそのローアングルされてんのとかはやっぱりそれは気になっちゃうんですね。ドアップ NC じゃなくて全然 OK レアさんもいるし、もしかしてこの作品のシーンが実はドアップしてるからなんか悪くに考えてるんじゃなくて、ただちょっと気持ちなんか不安な気持ちもあるから、それはドアップしてもいいですかって普通に聞かれると嬉しいです。あとはナンパ。ですね、なんか仲良くしたいの気持ちはすごく理解してるし、コスプレイヤーさんもカメラマンさんと仲良くしたい気持ちがあるから全然その時話したりとかは全然平気なんですけど、じゃあどうやって、コミュニケーションすればいいですかっていうの方が、まあ、多分その撮影会の時だけじゃなくて本当普段でも知らない方から急に LINE 教えてくださいとかって聞かれたら、やっぱり女の子はちょっと怖いですし、さすがに教えられないから、じゃあどうやって僕のことはもっと見てくれるのかなって、一番最初はねやっぱりコメントだと思うんですよ。なんかリプもしやすいんですよ。私も全然ツイッターは毎日を見てるから、そっちの方がなんか助かるし、やっぱり知らない人からキュニが DM 来られるのはちょっと良くないと思います。あとはちょっと裏技を教えたいなんですけど、事前にインターネットでちょっと勝手にアップする前、アップしてもいいですかって聞かれると、あ優しいですねって思われるんですよ。だからなんか一緒に確認したりとか、それが大丈夫かどうかをなんか先に聞いてくれると嬉しいです。まあ、これはまあただのアドバイスですね。これやったら多分次の撮影会はなんかレアさんがすごく親友してくれると思いますので、ぜひ撮影会でやってみてください。皆さん今日のビデオはどうでしたか？ぜひ、コメントしてみてください。あとはいいねして登録ボタンを忘れずにしてくださいね。またね、バイチャオ。ローアングル男とナンパ男させていただきました長峰すぐるです。ありがとうございました。 NG 教養男とドアップ男をさせていただきました西野ゆうきです。ありがとうございました。ストーカー役とおさわり男役を演じました矢田部恭生です。ありがとうございました。